はい、皆さんこんにちは。裏競馬サロンアキラです。ちょっと2週間ほどお休みをいただきましてですね、久しぶりの録画撮りになります。今週は2レースですね、予想してみたいなと思います。まずはですね、札幌記念ですね。札幌記念を今年の出馬表を見てみますと、昨年出走していた馬が2頭出ています。その馬はトーラスジェミニとペルシアンナイトです。それも同じ間隔に入っています。そしてですね、昨年のノームコアの隣に入っていた馬なんですね。トーラスジェミニは12番、その横のノームコア、そしてペルシアンナイトの隣がノームコア。この昨年との関係ですよね。そう見てみますと、その前の年はどうなったのか。ペルシアンナイトという馬なんですが、サングレーザーの隣に入っていたのがわかります。ペルシアンナイトの隣が2年連続2着1着をしていますよね。そしてその前、クロコスミアという馬がいます。クロコスミアの隣がブラストワンピースで、マカヒキ。2018年のマカヒキはクロコスミアの横にの馬なんですね。そしてその前の札幌記念を2017年を見ますと、大外のエアスピネル、アスっていう馬を持ったマルターズアポジー、サングレーザーの横にアスという文字が入ってるんですが、このちょっと考え方が2つありまして、大外馬名、そして1着と2着の隣にあった馬なというのがもう重なってこう来てるんだとは思うんですが、クロコスミアとペルシアンナイトの2019年2020年の終わり方を見ますとですね、この今年わざわざ出てきたトーラスジェミニ、そしてペルシアンナイト、この2頭に意味があるんじゃないのかということですね。一番面白いのはこの横の馬ですよね。ラブズオンリーユー、バイオスパーク、ユーキャンスマイルの、このどこを買えばいいのかということで考えがいきますよね。まずここを考えてみました。このトーラスジェミニの隣のラブズオンリーユー、バイオスパーク、そしてベルシアンナイトの横のバイオスパーク、ユーキャンスマイルなんですが、大外にいたトーラスジェミニ、そして2年連続隣の馬になるペルシアンナイト。この考え方ですよね。もっと違う考え方はないのかということですね。昨年トーラスジェミニは8枠にいました。そしてその前のペルシアンナイトは7枠にいて、隣の6枠が2着3着。そしてさっきはクロコスミアの隣の馬のブラストワンピースとマカヒキを見たわけなんですが、ここでゴーフォーザサミットっていう馬が5枠にいて、2018年では4枠にいるんですね。同じ馬の隣枠が連帯しているとも見えます。意味はまた違ってくるんですが、ゴーフォーザサミットの隣の枠が2年連続、ペルシアンナイトの隣の枠が2年連続。となると、今年のトーラスジェミニとペルシアンナイトは隣の枠を教えてもいいわけなんです。そういう考え方によって3、4、5、6枠のどれかになるわけなんですが、トーラスジェミニの隣の枠でペルシアンナイトの隣の馬っていうのはバイオス枠ですよね。そしてペルシアンナイトの隣の枠でトーラスジェミニの隣の馬場になるのはラブズオンリーユですよね。ここでもトーラスジェミニの隣の馬番には要注意なんじゃないのかなと、同じ考え方にはなるんですが、トーラスジェミニっていう馬の隣の馬番が面白いんじゃないのかなと。ここでちょっとユーキャンスマイルは落ちてしまうことにはなるんですが、このトーラスジェミニの意味ですよね。そんな風に思っています。次の考え方なんですが、今までは昨年と同じ馬、そして連帯馬とかいう風に見たんですが、今度はですね、ラブズオンリーは
あいうよ順の一番最後の馬順、五十音で最後ということですね。そしてアイスバブルは一番目っていう馬として見ます。昨年ルミナスウォーリアっていうのが一番最後の五十音順の馬、そしてアドマイアジャスタが一番目の馬、ここから三馬番目と四馬番目離れたところが昨年連帯をしています。そしてその前の19年はエイシンティンクルが一番目、ワグネリアンが一番最後、ここから3番目と4番目にあたるサングレーザーが連帯をしています。2018年はモズカッチャンが一番最後の馬で、アイトーンが一番目の馬、ここから3番目と4番目になるサングレーザーが連帯をしています。今年同じように考えてみますと、ラブズオンリューから4番目、3番目がバイオスパークとペルシアナイトになります。アイスバブルから3番目、4番目がペルシアナイト、バイオスパークに当たるわけなんですね。そういうふうに見てみましても、この5枠が買い目になるんじゃないのかなと。そうすると一番人気のないバイオスパークに当たるんですね。ちょっとは買い目があるんじゃないのかなと、3番目、4番目と見るよりも隣の枠としても見れます。ラブゾーン理由の隣枠、アイスバブルの隣枠、ここで3、5、7枠ですよね。昨年は、アドマイアジャストの8枠の隣の1枠、そして2019年はエイシンティンクルが5枠で、ワグネリアンが7枠で、間に挟まれた6枠が2着3着と。その前はモズカッチャンとアイトンがいた8枠の隣の枠の1枠と。枠として見ても隣の枠を指しているわけなんですね。もしもこの、今回、この今年の札幌記念ラブゾーン理由がですね、隣の枠を教えるならばですね、5枠のバイオスパーク、ペルシアナイトのいる枠を教えてもいいんじゃないのかなと。そうすると、この4番、6番、8番のラブゾーン理由、バイオスパーク、ユーキャンスマイルのとこを買いたかったんですが、一番人気のない、もうほとんど最低人気に近いこのバイオスパークに当たっちゃうんですね。となると、買いたくなるのはこの馬なんですよね。ということで、今回は札幌記念はバイオスパークから買ってみたいなと。もっといろいろな見方があるんですが、こじつけに、いかにもっていうことになっちゃうんで、ね、もっとありますけど、もうここら辺でやめておきます。すべてを別にお話しする必要もありませんのでね。はい。次はですね、もう一つのレース、北九州記念の方なんですが、これも面白いですよね。昨年の2着3着のモズスーパーフレアとアイルアウェイがまた並んで入っています。もうこうなるとですね、何がしたいのということです。毎年同じレース名のですよね。一年前のレースですからね。こういう風に入ること自体が面白い。もう、あるいは、アイラウェイとモズスーパーウェラが6枠に入ってます。昨年も2着3着の10、11番から今度1番ずれて11、12に入ってるわけなんですが、これはもう昨年の出馬表と比べないと、もう絶対わからない。もう覚えてないですよね、みんな1年前なんてね。これがこの3位競馬の面白いところで、ここをどう使うかっていうのが今回のミソだと思います。というふうに過去この北九州記念の中で見てみたんですが、2019年と2020年は、連帯馬の隣、大名プリンセスの隣ですね、昨年は。2019年の一着馬の大名プリンセスの2隣。そしてその前はラブカンプー。2018年の3着馬のラブカンプーがディアンドルの隣。2という数字が2回続いてます。隣っていうことですね。ということは、このアイルアウェイとモズスーパーフレアの隣の馬番をまず見たい。でも、過去ずっと6馬番目というのが、昨年の連帯馬から6馬番目っていうのが、続いているのもわかります。昨年はアンバル、3着馬から6馬番目。そしてその前も3着馬のラブカンプーから、違いますね。アレスバローズ。1着馬から6馬番目が大名プリンセス。
その前が成田スターバンから6万番目。その前も、その前というに6万番目が続いているわけなんです。その前はですね、成田スターワンですね。2017年の2着馬。ここから6馬番目が大名プリンセスになって、その前は、オウの道っていう3着馬の、2016年の3着馬から6馬番目がダイアナヘイローで2017年。2016年は、ベルル・ミエール。この3着馬から6馬番目が、爆心帝王になっています。ということは、今年も、この、アイルアウェイ、そして、モズスーパーフレアから6馬番目。なんか、6馬、3着馬目から6馬番目みたいになってるのが面白いなと思うんですが、アイルアウェイから6馬番目は、ファーストホースと、そして、2、4、6、アスコルツルターレになるんですが、モズスーパーフレアからも、こう、6馬番目でも、ジャンダルム、よかよかになります。モズスーパーフレアから6馬番目の方が面白いかなかと、買い目があるのかなと、ジャンダルムとよかよかですよね。そして、モズスーパーフレアの隣、ここ、アイルアウェイから11ですよね。7、11、11、17という、ここは人気の方を買ってみたいなと思います。昨年の、今度3着馬の方ですね。アイルアウェイの方を今年の連帯馬として、モズスーパーフレアの隣の馬番と、モズスーパーフレアから6馬番目。全然違う、それはファンタジーステラの方、全然人気薄も変えるじゃないのかなとおっしゃるんだと思うんですが、この並んだ6枠ですよね。ここの6枠にすっぽり入ったこの2頭のどちらかが連帯するんじゃないのかなと。そして6馬番目が、6番、7番、16番、17番を相手にして、今年も2番目と6番目で決着をするんじゃないのかなと思っています。はい。こっちの方はちょっと人気の方を買ってみたいなと思います。はい。もうこれはもう、この見た人の直感っていうんですかね。あ、ここ買おうかなと。こういう風になってるんだったらここ狙ってみようかなっていう感じですよね。もう人それぞれだと、お好きな馬を買っていただければ、もうちょっと参考にしていただく程度にね、聞いていただければいいなと思います。全部そんな感じで、これが正解だと、さ、言い切れたら、私も億万長者になってますのでね。はい。そんなの絶対当たりませんしね。はい。好きに、おしゃべりしてるだけなので。はい。競馬はこんな感じで、今週は終わってみたいなと思います。夏ももう8月のね、終わりになってきました。暑い中頑張って動いてるわけなんですが、ちょっといろんなことがありすぎてですね、ちょっと恥ずかしい話もいろいろあるんですが、音響のね、バイクのお話をちょっとしてみたいなと思います。一生懸命ですね、綺麗な音っていうんですか、自分の好きなサウンドをこう録音してですね、動画と一緒に上げてみたいなとは思っていたんですが、その音響のマイクの設置ですよね。バイクの横にこう止めていたんですが、無残にもですね、そのマイク全部をですね、落としてしまうという不幸に見舞われました。落としたんです。iPhone 落としたのもショックだったんですが、今度は音響施設一切をですね、落としてしまいました。なんぼ探してもですね、帰ってみて、通ってきた道を、こう、帰ってみたんですが、見つからずですね、泣きながら帰ってきたということです。はい。まあ、自分の耳でね、サウンドは聞きながら、バイクは乗れるので、絶対それをしなければならないのかって言えば、もう、しなくてもいいお話なんでね。もうこれは諦めろと。もう、そんなことせしてんと、ですね。まあ、そんな風に考えています。もう一回ね、こう、マイクを買い直すのもですね、もうまた一から始まりますので、ちょっと大変だなと思って、今ちょっと悩んでるんですが、やめとこうかなと。
志半ばで諦めるわけなんですが、皆さんはどうお考えでしょうか。これはですね、危ないからやめとけっていうお達しなんですかね。はい。ええ方に考えるのか、こういろんな考え方があると思うんですが、皆さんはいかがお思いでしょうか。はい。別に競馬もですね、買わなければならないもんでもありませんし、責任もありませんので、買わなくてもいいんです。買いたくなければ買わない。もうそれが、小遣い守るの一番だとは思うんですが、要するにもこれ考えてしまうとですね、少しでも買ってみたくなりますよね。昔の会社のですね、偉いさんにですね、お前もう競馬やめられへんのかと。もう楽しくてね、やめる気はないんですよ。って言ったら、新聞見るからだと。新聞なんて見なければもう買いたくもないし、買わないようになるよと。いや、だから そういう問題ではないんで、楽しいことをいかにこう、見つけていくか、なのでね。その切り刻んだ、切っていって、切っていって、切っていって、何も楽しいことがない毎日を送るよりも、ですよね、楽しいことを考えて、楽しいことの方へ向かう方が、いいと思うんですね。修行僧は目指してるんですが、盆栽にはなりたいなとは思うんですが、ああいう人らに、こう、ちょっとでも近づけるようにですね、精神修行をしなければとは思っているんですが、そこまでなんですか、見つめ直してですね、自分の中の人生をですね、正しい方へ向かう方向へ、行くのもまた一つの人生だとは思うんですが、そこまでね、真剣にやってませんので、楽しみを、こう、いかに見つけるかの方が面白いんじゃないのかなと。私の人生はそっちの方を重視にしたいなと思います。はい。何をやってるんだと、そんなしょうもない、何の役にも立たないことを、何の役にも立たないから面白いんだと思うんですね。役に立つことはまた、ちょっと賢い方々に、お任せしてですね、役の立たない、こう、自分の楽しいなとワクワクするようなことをね、ちょっとでも続けていけたらいいなと思っています。考え方ですよね。もうその人のね、バカだなと思ってる人も何をベラベラ喋ってるんだとね、思われてるとは思うんですが、楽しいことをするのが一番だとね、健康にもですね、人生にもですね、何を積み重ねていくのか、何をこう、始めていくのか、次は何をするのか、どこを目指すのか、とかね、いろんなまた本も YouTube も見てですね、自分の知らないことがたくさんありますのでね、本もいっぱい買ってるんですよ。暇もありますのでね、ちょっと紹介しましょうかね。一番今ね、面白いなと思うのはですね、これですね。日本の IT 企業が中国に盗まれているという深田萌さんの本。これ面白かったです。今の日本の情勢をですね、的確にお話しされていてですね、うわ、困ってるんだなと、こんな困ってる人もいるんだなと、やられてるやんと。もう、中国のですね、いろんなお話なんですが、アメリカもひどいなと思ってましたけど、中国も結構ひどいですよね。やってることがもう、もうヤクザみたいでね、マフィアみたいでね、応援はしてあげたいなとは、ちょっとは思うんですけど、もう、そういう私のも力も何もありませんのでね、頑張ってねって、いつもこう、YouTube を見てですね、次どうなってんのかな、次どうなってんのかな、と心配でね、見ています。はい。皆さんも一度ね、深田萌さん、今ちょっと困ってますのでね、助けてあげられる力のある方がおられましたらですね、助けてあげたいなと、また、日本もなんか変な国になっちゃいましてですね、お金で買われた役員とか、お金だけを追いかけてる人がたくさんいてですね、お金で買われちゃうんでしょうね。オリンピックにしても、お金儲けのためのオリンピックしか見ていないね、方もおられますしね、大阪の役員を切り刻んで、
ね、パスナという会社を作って、派遣会社で儲かるっていうのはね、それがまた議員さんがやってる会社だというのもまたおかしな話で、でもそういう人も悪いと思わないんでしょうね。儲ければそれで、やらないやつがバカなんだとか、やられるやつがバカなんだと、ね、盗めば盗んだもん勝ちとか、もうちょっとおかしい、ね、日本人からしたらおかしい考え方なんでしょうが、モラルのないっていうんですかね。モラルなんてないんでしょうね、多分やってる方にはね。いろんなことをやってる、深田萌さん相手の方ももうモラルのないことの連続で、困ってらっしゃるんですが、それが通じないんですよね。スパイ防止法がない日本で盗んだもん勝ち。でも訴えられたら名誉毀損で、名誉毀損は効いてしまうと。名誉毀損で訴えられると、それが認められれば罰は受けると。でも盗まれたものは、防止法がないので、罰するものがないので罰せられないと。悪いことしたやつが、こう、笑って終わるという感じになってしまうんですよね。何かおかしいな、どっかおかしいなとは思うんですが、それおかしいところがそのまま続いているような日本ですよね。はい。パソナのその会社も同じだと思います。オリンピックをすれば、そこの派遣が儲かるのはもう分かりきってるんでね。それを議員さんのところの会社がやるっていうのもね。それはね、テレビでね、なんでしなければならないと決まってるでしょうっていう、ね、叫んでるのは自分のためですよね。全然日本のためでも何でもなかったということですよね。そういうのが偉そうにね、言うてる日本がもう情けないっていうんですかね。変な話になっちゃいましたが、誰か直してくれる聖人君子みたいな、ね、空海さんとか、弘法大師とか、ね、キリストまで行くとあれですが、出てこないですかね。助けてくれませんかね。ね、またスピリチュアルの話になると、ちょっとまた頭がおかしいやつだと思われるんで、今日はこの辺にしておきます。はい、今週もちょっと頑張りましょう。はい、ありがとうございました。って言うて。ちょっと変な話をしてしまいました。はい、今週も頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。